第38期鳳凰戦 A2 リーグ司会実況の小笠原直です。解説は引き続き和久津明が務めます。和久津プロよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは対局と参りましょう。鳳凰戦 A2 リーグ第1節4回戦東杯の開始です。試合に広柴田の合図によって最終4回戦が開始されました。ちいちゃからダンプ、なんちゃに明石、シャーちゃに藤島、ペーちゃに一つ井の並びです。第一節シータク最終戦を迎えます。ドラガー両ピン、まずは親番ダンプの手配、メンツはありませんがドラガー1枚。さあ明石は待って、これは何、3メンツかな。もうできてますね、うん、さあ一つ井がといった感じですね、うん、さあ最終戦となりました。今ポイントも出てますけどどうですか。ポイントが大変動きましたね。明石が3連勝を決めています。1-1-1と。そして一つ井さんもね、さっきオーラスですか、ね、ラスになっててね。そうなんですよね切なかったですね、うん、2-4-4という着順です、うん、まあ、こういう日もありますけども、なんかテンパった天敗役なし天敗はパーソー短期、パーソーは山さんですが、でワンコになりました。ダンプです。ダンプはリャンシャン天、これで一寸間に待ち替えできますよ。イーマンガバに2枚見え、普通でしょうね、メインは、はい、マンゾンも1枚引いて、おっと、3色一緒の点、おそれならばドラゴン切ってもいい。チーピンがないわ。あ、チーピンがロンできればいいんだ、明石のですね、うん、そうすると3色が成立する、はい、スッチーマン、スッチーピンのイーシャンテンがダンプ、一つはペンちゃんを払っていきます。これは逃せない、難しいじゃない。おお、一品3枚見え。あ、これはスチピン、あ、じゃあウッパーピン6球ピン、はい、ウッパーピン6球ピンのリーチとなった証です。今日初めてかな。何がですか。リーチなんだ。あ、まあ一応ピンフありますけど、うん、確かにあのピンフの3面ちゃんのリーチはありましたけどね、うん、マッチが良すぎるから、はい、あ、リャンソー、リャンソー、チーピンがな、チーピンがあれがあれなんですよね、明石さんがあれであれ、あ、リャンソー行くよ、ドラ、ドラ、ただこっちはマッチがめっちゃいい、強いよね、チーピン4枚持ってるんだ。明石の上がりとなりました。リーチツも500銭、いや、ダンプさんの手順すごかったたんだけど、何にせよハイパイですごい負けてたからしょうがないですね。はい、ちょっと今日はね、明石のね、うん、ラッシュがね、はい、止まりません。ドラがパーピンです。どうだ、うん、何かが残っている。両ピンか、うん、ドラパーピン、ゆっくりしているまたいつがある。9番からドラ1枚チートイツ、川に気を使うんでしょうか。ウーピンからなんかポンって言いそうだけど、薬杯を重ねてはいはいはい、ポンって言いそう。初チューン1枚ずつです。あの途中までですね、泣いた後の、うん、おー、うっ、一瞬点か、さすがに泣かないかこうなるとダメですか、うん、まあドラもパーピンですしね、しゃあ泣きませんでした。泣かなかったね、はい、てか泣かないねさすがにこれ泣かないか。ゆうこうさんでも泣かないですか。ゆうこうさんでも泣かないですね、さすがにドラと映ってたら分からんけど4枚使いです。最高率ですね、うん、ドラ残り山に2枚、うん、さあ一つにも手は進んできます。
一緒に行っちゃうか、まだね今日はシャニムニが見てないんで。そうなんですよ、そのねそれ見たいがためにここで頑張って、いや違うな違ったわ、最初から解説だった、はい、ドラドラか、ああ1枚シャナシ、お伸びますけど振り手キュッキュッきちゃったよな、はい、でも管理アソよりはいいか、早くテンパ入れたい藤島、イーシャンテの一つい三面ちゃんりゃん面テンパ入れて、はい、町何にするか気になりますね、藤島ですか、うん、あ、ハスチュンとか重ねた時もドラじゃなくて、うーん、上がりやすさ重視みたいな、赤石さんだからリーチしたよね、そっか、そうですね、さっきから泣きには 2,3 巡ラフに打ってくるから泣きはあまり効かないということで、リーチを打つことで降りてくれる可能性が、リーチが一番効果がありそうで、はい、やっぱりねドラギリリーチはね、うんうんうん、効果あるもんね、うん、うわ無理、3トイツ目うぷ、あこれいけるじゃない、行きましょう、うん、これ行こう、ドラ重ねよう、ドラ重ねちゃう、ドラがない、ないドラがないのは、はい、藤島さんもそうですね、バッドニュースじゃないですか、しかももうこの順目だとドラ切りもなさそうな順目に入ってきましたか、この順目はドラ切ってもだまにしそうですね、そりゃワンワンワン、ああ来た、よし行こう、いやー6球ワンが今パタパタって9球ワン3枚、4枚目、4枚か、はい、じゃあ、はい、いっそのこと、うんうんうん、あリーチだ、高めが残ってる、いっそのこと、いっそのこと、はい、パワン切りリーチみたいな、あ、なんかお引っ掛けですね、お引っ掛けお引っ掛け、はい、ダメ、ああダメだ、これはね、はい、もう無理中の無理なんでこれはもうやめですねさあ6球間のリーチ1つ、うん、ローマが残り1丸だけ、リャンパーは引けないの、えローマ1枚だけ1枚だけです、厳しいね、残ってはいます、これだ、ひだダマ、いやめてウッパーマ、厳しいね、はい、でもパワーも薄いですね、ウーワン1枚あるだけでしょうか、うん、あれこれ無理じゃないの、さすがのケンさんもさすがのケンさんもこれは無理じゃないの、無理でした、さすがに無理でしょ熟知してます、うん、ダンプ様はどうでしょう、ダンプ様はほぼいきますね、うんうんうん、カンは入れませんでした嘘切りを選びます、あーいやいや、あーダメですねさっきキューピー切ってました、ね、このウーワン切るほどクレジーではない失礼しました藤島さんすいません、おいってった、あさあダンプが前に出ています、一つ井のリーチ、あれえイーシャンテン、うん、嘘でしょ、三ピンシャー急走です、残ってませんこれ、うん、でもドラだもんね、一応筋だけど、はい、テンポしダンプさんめっちゃ押してますよ多分、うん、そうだね、そうですね、あしかも背定でしたか、背定だった、はい、流局です、一つそしてダンプの二人テンパイ流局です、ポケモン対ウッパーマンでした、上がりませんよね、うん無理、うん、さあトン3局は一本場の教託一本藤島の親番です、さあ藤島さんの視聴者の方に向けて今期の自分のここを見てお伝え忘れておりました、
はい、はい、一昨年は仕掛けに頼り、去年は親側に頼りといった自己の総評です。そんな中、守備力こそ横ばいですが、攻撃力は上がってきたかなと思っています。ワクスさんが笑ってる。復帰 3年目となる今季は総合力で戦えるイメージがありますので、まさに何でもできる打ち手と思っていただけるような麻雀をしたい。全体的にパワーアップしているはずなので、泣きはもちろんですが、面前での手配進行にも注目してほしいです。バイ藤島さんです。ありがとうございます、ね。はい、最後の方に言ってくれて。こんな散々泣いてから言う。それ注目してください。何でもできる打ち手です。でも確かに何でもできる、はい、ペンチーワのリーノミもあったし、ね、はい、ありました。さあ、ドラが一枚明かし、こちらものドラが一枚、藤島親番中。うん、初が統一なんですね。一つ次パー9番はドラ受けなんですが、払っていきました。うーん、9番から切るぐらいの心の強さ欲しいけどね、はい、まあ、確かに確かに確かになんだけど。一つの選択はパーマンからでした。こっちの方がでもあれか、はい、川的にスッチー1は残ってそうに見えるんですね。川作りだったかもしれないな。ダンプはここで考えます。小さそうではないんですね。ベーでした。いや、これがね、本当のダンプさんのはずなんですけどね。白の時みたいなの、そうなんですけど、はい、やっぱりあれ、でもこれおかしいな、藤島さんだ。そうです。あ、シャーチャーだから、うん、動きたいみたいな。逆にねドラは1枚のダンプ。そう、一つ位もこれは選択また訪れます。はい、愚形の部分処理していきます。初の根底が取れる形に変わっています。ダンプはリアンシャンテン、うん、おー、カンサンマン引いたのは親番明かしていかです。定価が高い。何ですか。何ですか、ここで。高いんだよ、さっきから。こっち来なくていい。すいませんでした、本当にすいませんでした。リャンピンは切っています。3個だ、行こう行こう、行きましょう。パーピンが3枚見えでした。親番藤島、うん、3ピン間に合って、うん、あと藤島さん、はい、パー1がきついかな、確か。あー、パー1枚しかないな。パー1手の内で1枚、うん、そうですね、残り1枚です、うん。これどうするか気になる。目いっぱいしない、やっぱり。あ、これドラ切らない組み方。あー、パワー問題クリア。サブローはこうなると、あ、なんでしょう、噛んでいこうか。はい、強気の、はい、だってリャンソーめっちゃいい街だもん。上がれちゃうもん、リーノミを。うん、おお、ウッパピンが薄すぎる。あ、まあでもあれですね、あの、うん、イシャンテン何ですか。ハツを引いた時は、はい、リャウンソーの方がいいもんね。うん、うん、ほら、ドラ切らないよ、絶対に。意地でもドラは使い切ります。意地でも切らないよ、これは。あ、これこれこれ、来ました来ました、最高じゃないですか。やった、でも3アンコしないか。あ、しないか。闇天リャウソーは闇天です。まあ確かにすごい薄い、噛んされちゃう今。やめろ、うん、やめろ、嘘は噛んです。面白いな、どついさん。ただね、今なら、あ、チーピン無理だよね。そんな無理だって泣いた。しかも泣いて、リャウソーもう1枚しかないじゃない、はい、きついですね、やっぱりきつい。きつい、ウッパを流した。いや、ダンプもウッパソーが残ってましたからきつい。イーシャンテン明かし、親の泣きが入っています。これは切る。さん、甘露庵きついはずだけど、はい、うわ、チーピンめっちゃ出てくるじゃん。うわ、それチーだ。
間違ったっけ、チです、チ、ね、して天敗太陽です。いや、リーチ考えてるか、パスは切りますよね、うん、読み点継続でダンプがチして天敗はリャンウマ、リャンウマね、リャンウマも薄いんですよね。藤島さんがね、はい、上がっちゃうんですよね、うんうん、ウッパーワンが、あ、リャンゾー、お、これはやめるんじゃない、やめ、うん、おー、後手後手だから、確かに嘘はあんまりいかないイメージ。これどうなんですか、ね、爪切りなんだけど、はい、絶対にテンパってる、はい、ダンプさんがいる、うん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 、どうしようか、でもしかしたらテンパってる、もしかして赤石くん、赤石さん、赤石さんは多分テンパってないですね。一つ一さん今 Q1 手出しだったんで、うん、ローソー、何通りやすいか、通りやすさってことですよね、確かに本当だ、嘘感入ってるんだね。ひとついさんは酸素を関してるトリンシャンからつぼってました、うん、やめてあげて、やめてあげてよ高めりか、やめてよ、うわこれ無理だわ、これダメです、もう最悪、うん、もう最悪です、なんかん、裾を切れるから、はい、G1 にくっつけたけど全然くっつかない、はい、これこれがくっつく、うん、嘘は感入ってますこれはちょっとね、はい、これでドラ切って意味不明です、ね、きついですね、ダンプさん壁打ち入りました、はい、リャウマ対対抗馬はまだゼロ、サブローワン、パーワンってパーワンあるっけ、1枚あるか、パーワン、あ、ないか、ないわ、あ、なくなっちゃってますか、なくなっちゃってるからドダゼロです、すそダンプさん押し切りなんか通ってるかな、いや、これな、あ、パーソーがあった、はい、あったよね、あ、パーソー泣けたよ、無理だけど無理だけどそうですね、ローソーチーソーの部分残しておけば、ああ、テンパイです、うん、よかった、ウッパーマンはプリテンですが、はい、テンパイとなりました、一つい、ダンプ、二人テンパイで流局です、上がりまであったんですね、厳しい3考にしてればかんか、いや、全然私はリャウソでリーチしてますけど、ね、はい、リャウソ、いや、どうだろう、もっと弱気なもっと弱気な、ひとついさんはリャウソの闇点を選択していました。ドン4局は日本馬の供託1本、いいじゃないですか、はい、ああ、ドラはないけど2面つ5、6、7、両面1つ、うんうんうん、吐くからダンプは1面つ完成です。じゅんちゃんた、あ、赤石いいんじゃないですか、いいんじゃないですかかんちゃん両面両面だったかな、はい、藤島はドラドラですけど形はまだ良くない、 あらら、いいんじゃないですか、はい、いいシャンテンです。ストレートに行くんでしょうか、3個一応あるから3万切るのかな、うん、さっきのお返しですね、ひとついさんは B 型ってことですよね、そうです、うん、と B 型はなんだっけ、マクスさんなんて言ってましたっけいや、俺が、あ、俺だ、うん、こうやって A 型の人ウーワン切る可能性もあるね、うん、ウーマンだと配効率的には一番いいんですかね、一応ね、キューピンが拾えて、うんうん、はい、カンリャンマも捉えられて、うん、あ、テンパイ、ね、でもこれだと E1 が、はい、こっちのリーチは E1 が通りそうですね、うん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 、最終手出しがウーマンで、うん、イーマンとキューピーのシャンポン待ちでのリーチです。イーマン大丈夫、アカシの元に1枚、わーおわーお、そんな本気で抜かれちゃうと上がれないよ、ね、はい、もうゼロです、山に、ね、ゼロそうですよね、シャンポンはゼロです、もうちょっと、あ、でも行くんじゃないですかこれ、あ、いや、行かないね、行かないですね、本気で抜いてるから、はい、ね、ん、でもリャンマン切ったのかな、今リャンマン切りました、
3万持ってなかったっけ。本当だ、3万持ってます。え、でもじゃあ E1 出ちゃうかもしれないね。うん、じゃあ3万次切って、3万切って、はい、3万ってやって形になったら、形っていうか安牌が足らんくなるんじゃないかな。パーワンとか切れないし、 G1 もシャンポンがあるから、3号切りで、で間にトーンが挟んであるから、はい、ん、なんだ、ローマン切ってきましたよ。なんか出てきたな、ドラドラの藤島様が、うん、イーシャンテンです。白がとりあえずありますね。で、はい、この後困っちゃいます、うん、トラさん、でもこれ上がり急走いって、はい、スチピン、イーシャンテン、あー、パーピン取っちゃったか。いや、うん、パッソを引くとちょっと危ないな。明かし大丈夫か、パッソ、あー、出ちゃいました ね、 ね、今までの報酬となりました。一ついの上がりです。リーチ2000点です。2000は2600。これは切り順の見事ですね。はい、うん、3万先に切って、うん、5万切りと。しかも E1 も1枚出ててちょうど良かったですね、うんうん、はい、第4局は3本場、1ついの親番です。3回終えてマイナス 46.8 という1つい、うん、親番連チャンしたいところ、3万4000点台になっています。15ポイントぐらいは返したいな。はい、あ、でもまたいいんじゃないですか。あ、これいい、いい、いいけど、はい、見差しまでしたい。いいけど、ここはいつ明石は一面つ完成、そして藤島、あまりいいとは言えません。三色、小手返し寸前でしたね、今耐えました。小手返したんですよ。ああ、1引いちゃった。1はちょっと1いらなかったな。1はちょっと、うーん、ローワンとかいっちゃうか。一つ A さんは、うん、お、ダブトン、もうポン点取れますよ。ダブトン、いや、ダブトン引きましょう。もう引いての9万つも、うん、そう、9万ダブトン引けばローワンでもいいから、はい、ダブトン、リーズもダブトン、ダブトン引いちゃおう。ノリノリでダブトン引いて、はい、リーチして、うんうんうん、トーンは残り余り1枚、1枚9万引いて E 半余るみたいな、見差し、いや、そんなことない、ぽい、そんなことない、はい。これでもね、あの、固定に見えるけど固定じゃない、実は三層引いたり、数層引いたりしたら、まだ連絡があるし、あ、ダンプがドラドラになっています、うん、あ、これは残しましょうか、うん、ドラドラダンプ、キューピンは残していく。明石、パマは表示牌、パマ泣きませんでした藤島、うん、さすがにさすがに自重しましたか、はい、藤島さんは A 型です。 A 型ね、あ、あ、触るか、トーンを切ると触らない、丁寧、うん、あれ、リャンシャン点ぐらいにはなりましたね、はい、一通のリャンシャン手になったのが藤島ペイちゃん。これどうするかな、イワンちょっと安牌気味に残してるのかな、統一四つ目、うん、なんかピンズ集まってきましたね、うん、何して、2枚目です。いや、でもパーワンがさ、もう表示牌に1枚と、パーワンが何じゃないの。白は重なっていました、なんかしないと気が済まないな。全局参加型、あ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 、こうするときたー、トーンはトップ、テンパイ、ペンチピン、こういうの引くんですね。あ、これもリーチしよう、もう止めに行きましょう、邪魔だから、6、9万。誰が邪魔ですか。誰、なんか言いました、私、聞こえました、バッサリと、いかない、うん、だってね、泣いてる時は、はい、ほぼほぼおりますからね、うんうんうん、これはどうなんですか、これぐらい行くんですよ、
ゃないと泣く資格がないんで。行きますよね。一通ドラ一。なんで来んのよって思ってるでしょ、はい、でもこれが藤島さんなんで。ああ、待って待って待って、テンパった。え、急騒短期、チートイドラドラ。待って。スジやめるよ、捕まない。危ないよ。捕まない、危ない。惜しい惜しい惜しい。惜しい。惜しいとかないからね。あ、待って待って、こんなの掴んじゃう人いる？でも行こうかな。行っちゃう？行こうかな。急騒ね。スジでね。はい。うん。うん。あ、重い。直して、って何切るんですか？ロウソウ？思い直したら何切るの？川を見渡しますが、うわー、すごいね、こんなの我慢。ロウソウだ、うん、ロウソウ切りとなりました。変な人いるし、でも阿久津さんもなんかあんまり打つイメージないかもしれないです。ロウ、ぬるぬるですから我々は。いや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 、リーチしてますよ。俺やって。ああ、すごい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 。リーチしてれば。すごい。マクサー3.6セルです。いやいや、ロン、Q1 ロンです。あ、そうだった。ああ、ちょっと、ダブトに行ったよね。耐えがたい。この、え、すごい止まってる。全部止まってる。ちょっと待って。神がかっている。あ、でもダブトン行ったがばっかりに、これはもしかしたら。チピン、あれよ。キューマはゼロ。あー、泣いてる。うわ、戻って。あ、でもこれ出ちゃう。そしたらチピン出ちゃう。チピン出ないのかな。そんなことありますか。あ、掴んだよ、その前に。あ、嫌なんだ。いや、これ前は止まりませんでした。今回どうでしょう。そうですね。前は止まらなかったですね。両、はい、ワンのやつね。そうです、そうです。開いちゃった、開いちゃった。打ち抜きました。一つ目の上がりです。リーチ2400の3本場となります。3300。いや、ダンプさん。お見事でしたね。が、打たせた？はい。うん、9万打っちゃうもん。うん。だいたい9万打つか、はい、チーピン打つか、うん、積もらせるかでもね、このローワン宝珠までが藤島さんっぽくてすごくいいですね、はい、ここセット、ね、ここまでセットでまたいい曲でした。うん、面白かったな。さあ、一つが今回ドラドラとなっています。一メンツドラドラ、トツイ、現在トンバ、ドイツが3組です。泣き売れたのは明石、ダイヤオジカケ、こういうのもやるんですね。これはまあ試しにでしょうね。うん、多分2秒で降りると思いますけど、どうでしょうか。うん、親はまっすぐ来そうです。現在明石は 26,400 点。カンパマの受け入れができました。マックスで吐く切り。ちょっとそれっぽくない感じがするんで、多分すぐ降りそうですね。明石ですか。うん、うん、危ない危ない危ない。タンプまだゼロメンツです。それあんなに押し返されたら怖いよね。私だったら帰るよ、お家帰るよ。嫌だもん。こんな人たちと全然降りてくれないですもん。しかもなんか、はい、ポンとか言ってたしね、ダンプさんね。はい、うん、え、待って、リャンピン入ったんですけど、赤石さん泣かなかったら一つ井さんにあんこだったんですけど。いやー、ただね、パーピンとか、はい、いろいろ流して、あ、チートイか、イーシャンテン、一つがタイヤをチートイ、ドラドライーシャンテン、そして明石がイーシャンテンとなりました。タイヤを仕掛け、ドラにくっつくダンプです。
目いっぱい目いっぱいにした。していきました。そうですね。リャンソーが安牌認定ですね。はあ、うん。あ、いいシャンテンするかな。関連ピンスチビン。いいシャンテン取っていきます。うん、泣きが入るかな。あ、ここじゃなかった。これ泣きません。うん、お、なんか進んできましたね。これは違う。これは天敗だけど、はい、天敗じゃない。役がありません。この辺で、この辺でどうします？普通は9ピン切りますよね。はい。ただし、あ、普通だった。え、ウーソーチーソーとかってことですか？いや、ロウソーつもぎりがあるかなと思って、うん、ああ、ちょっと待って、何切ったの？あ、そっかそっか、リャンピンはもう絶対に切らないってことだね。ドラドラ固定、うん、ロウソーがあんこになります。え、うん、E ピンは普通すぎて違うと思うな。じゃあつもぎりだ。3ピンだ。ダメだ、外しました。あ、チートイだった。きついね。きついね。あ、もう戻れない。もう戻れないよね。うん、リャンソー切らないでダンプさんが粘ってるから。はい。リャンソー切ったら切らない。できますよ。しつこい、うん、俺の下茶で食いたんなんてやらせるかって。え、そういうこと？囲碁気をつけます。おおおお、そうですね。おおお、挽回しないと。いいシャンテン、すごいねこれね。もうだって、ああ、テンパイテンパイ、うん、とウッパーピンにしない。薄い、薄い。でも親、あ、そっかそっか、親に三蔵通ってないわ。うん、スピン、はい、チーピンが今と、でも今ウーピン手出しあるからな。さあ、赤子がテンパイです。あ、来られた。はい。あ、3ピン泣いてないですね。2、3、4、パーピンだったらポンテン入ってた。お、どうしようかな。いや、ダンプさんのせいでめっちゃ長引いてますね。はい、俺の泣くんじゃないですか。泣いたよ。俺の、いや、そう、さすがに諦めない。あ、多分3万が通るようになったからってことか。ダンプさんの新茶で食いたんだけやらないように気をつけよう。はい、また一つ。明かし上がれるでしょうか。大王仕掛けでした。あんまり危険なのも引いてないです。あれ、はい、テンパったかな。ローソーとパピーのシャンポン待ち。大王のテンパイは藤島、うん、現在2人テンパイ。ローソーありそう。1枚多分ローソー。おお、積もりました。3人もあるけど別に。明かしの上がりとなります。タイヤを300、500の4本場かな。4本場、うん、となりました。まあね、まあね、うん、町選び成功です。うん、町選びも、はい、大選択も、はい、成功ですね。うん、ピンポンするよね多分。うん、チーピンゴロゴロいたから多分藤島さん上がってますね。はい、っと、さあ何入でダンプが二差しが見えるって。はい、明石は一面ず完成しています。そうずに行きたい、行かないよ。行かないよ。行きませんでした。もうね、はい、そんなに打点いらないかな。明石さん70ポイント買ってるから、はい、赤井さんはそんなにそう一色手が好きではなさそうですね。うん、守備が効かなくなるし、うん、泣かないとテンパイが結構きついから、うん、あんまりやらなそうですね。これでドライピン、ウーピン切りを選びました。もう
ドラを絶対に離さないシフトになってますよね、はいはい、大事にしてます、うん、うん、余計なの来たな、動けますよ、また動きそうじゃないでしょうか、チューバル泣きたくてチュー持ってるじゃない、あなたはい、泣いてきました、いいシャンテン本当自分が重ねたかったんだけど人んちに、え、これはさすがに勇気ありすぎる、いや、ないでしょ、ないですよ、そんなすごい人いない、ローピン良好ですかいやいや、景色はそんなすごい人いないね、やっぱね、さすがにね前振っといたけど、はい、連敗取らずでした、藤島です、ドラドラ一つい、ローピンめっちゃいたな、ああ、タンポの元に一枚あるだけでした。でもこっから手代わりありますから。シャーチャ。急走アンコ、あ、シャーがアンコでした。ここに二アンコ。イーシャンテの証です。ソーズ伸ばすか？イーシャンテン中。ドラドラの連綿連綿サブローピン6球満、トイトイはやめとこ、チーワン切っとこ、あ、トイトイにしとこ、トイトイか一色手か、そう、カンチーピン入りました、ここでソーズなのか、3ピンです、浮いてる灰を切っていく、浮いてる牌、泣かれない牌ですね、あ、うん、明石にですね、そうですね、多分さ、いじっぱりあ、ローピン積もったよやっぱり二度と泣くなよってことですよ、俺の下ちゃん二度と泣かせないってことで、あ、泣かないから高くなっていく、だって法一トイトイ3個焼くとかありますよ、小手返し全然誰か注意、天敗だけど取りません、うんうんうん、2枚切れの9ピンを切っていきます、いかないでしょ、なんか抜くよ、ほら、やめましたやっぱすごいわ、対応なんですね、対応じゃないの、もうここまで来たら、いや、ほんとね、喧嘩喧嘩、うん、二度とすんなよ二度俺の下茶で二度と泣くなよってことよね、何も泣かせねえよ、見てこれアピールだもん、もう親ですよ、うん、親とかないからってことだね、天敗だけど貫浪ピン外した手前、これも、はい、あー来たー来たよ、え、ドランコ6球満やめて、9は持ってるんじゃない、危ないじゃない、うん、持ってるよ、持ってます、カンって言ったらもう絶対切るじゃない、キューは、クソ、ウソ、チソ、ファインプレー、これできちゃう、キューマンロン、一つの上がり、とでかい上がりが決まりました、三アンコ、ドラ三です、8000点、いやー、えらかった、玉が巻いて上がり、数アンコ、あ、でもね、スーピンとなんちゃらのシャンポンみたいになって、ね、ジッパーマンのウーワン、ね、ウーワン切ってるのに、チーワンかパーワンのどっちかのシャンポンとかも全然上がれなそうだから、うーん、リーチもありましたか、うん、ただね、これをこれはすごいですね、うん、まあ、一つ嬉しい上がり決めましたね、うん、明石もね、リーチ打たれてたら絶対打たないような、まあ、感しなかったでしょうね、はい、多分チューンを切ったんじゃないですか、そうですよね、うん、まあ、ソーズの本日のいいシャンテンでした、明石北条に回ってしまいます、ダンプさんのしつこさ678って僕切ってんの見えます、はい、みたいな、はい、光りましたね、ダンプさんの守備が、ね、守備守備とかじゃないの、なん意地意地みたいな、覚えとけよと、覚えとけよみたいな絶対泣くなよみたいな、そして藤芝さん、うん、軽やかにキューピーのポン発信をしています、ええ、あの 2,3 切りでね、ええ、うん、あらあら、うん、ツイースは無理でしょうか、うん、明石小屋番中27,000点、うん、4連続トップが厳しくなってきました、やっとね、捕まりだしたんで、はい、ただもう今日終わりなので、はい、そうですね、このまま打ち抜いても明石さん全然十分なプラス、はい、
マンズの一通が見えてきます。来るか。トラ1枚。イシャンテン中。卵巣スピン切っていく。おおお。スイスアメリカ。バリシャーが1枚切れです。ここにもありますもんね。来ましたよ。取っちゃうね。こうやって組むと取っちゃうから。はい。タイヤをなのでテンパイ取っていきました。カンチーソー。チーソーは残り山に、あ、でも3枚残ってます。今1枚減って。あ、2枚になっちゃいました。うん、あ、無理だよ。そんな5つ積もれないよ。人には。人には無理。フリテンだし。うん、あ、出た。出ました。チーソー宝珠です。うん、一つ井の上がりとなりました。タイヤを1300です。こうやってね、上がりもトップ目ですから、まあ、ダンプさんの想定ではこれで多分 OK なんでしょう。赤さんの矢流れて、うん、はい、うん、何三曲、うん、やっぱりね、自分の卓で70もう勝たせたら、はい、もうダンプさんクラスの打ち手になるとプライドが許さないですか、ね、はい、そうなんですか。なんか藤島さんとか多分そういうのない、あ、俺今日マイナしなくてよかったみたいな感じかもしれないですけど、うんうんうん、なんか食らわなくてよかったじゃなくて、うん、みたいなじゃなくて、もうダンプさんとかはもう、あの、次絶対やっつけてやるからなみたいな。さっきのね、一曲ちょっと光ってましたね。光ってましたね、はい、加点させないよっていうのがね、あと山田さんとか、はい、あの柴田さんとか、うん、そっち系の人、はい、そっち系の人、え、一括りにされましたけど、うん、いやでもそっち系の人じゃないですか、はい、山田さん B 型、トランプさん B 型、え、柴田さんは、柴田さん何型、大型じゃないかな、かな、そこに今日立ち合いにいますけど、そこにいるから聞きたいけどどうなんでしょうか。あ、カンサンソペンサンソ入りました。ソーズの本質があります。ん、うん、いいシャンテン、現在ラス前、とついさん結構マイナス返済できるかもしれません。そうですね、うん、そしてダンプさんは継承と、はい、うん、ゴロチ3番がちょっときつい、ついのか、ラス1枚です。ここはそうよね、ピンフのイーシャンテン A 型ですって。ありがとうございます。シワさん A 型だった、はい、なんか、なんか A 型だった気がするんだね。 A 型でした、うん、お掃除好きだった気がする甘いものも大好きと、甘いもの大好きですねアイスばっかり食べてもスイッチできるけどドラが出ちゃうのか、うん、ああ、いいじゃないですか。いいじゃないですか。カンパーソーがちょっとネックです。うん、すごい、行きましたね、うん、今回は本質に寄せていく証。ナンワバに1枚切れ、ハツも1枚切れです。うんうん、寄ってくる。一応テンパったけどテンパってないね。はい、テンパイ取らずです、うん。ここは明石さんの、はい、なんか地位とかみたいな、うん、明石さんの地位、明石さんが地位して、はい、ダンプさんが、はい、みたいな、この手でもやめちゃうの、見たいじゃない、はい、だって、3万点ですよ。なんかもしくはなんか、はい、今まで何だったのよってぐらい押し返してくるとか、はいはいはい、あ、いけ、リーチとなりました。藤島のリーチは一寸ピン。リーチピンフ。お、ピンフのリーチが見れました。禁断の面ピンリーチ。はい。親がゆえに。うん、うわー、何これ変なの来たよ。やっぱりこの戦い。一寸チンマンリャンマンです。あ、ただこれそんなに強くはないですね。一寸ピンの方がいいまであるな。え、うん、あ、あ、ちょっと待って。なんか落ちちゃった、うん。失礼しました。ちょっと展望が落ちてしまったようです。
ダンプさんリーチしたか。はい。大丈夫だよ。一ピン結構強いよ。一ピン3枚。うん、結構強い。スピン2枚。今ビビってんだろうな。ダンプリーチかよみたいな。しかも結構気合いで入ったリーチでしたからね。何どう怖い怖い。本当何って思うよね。本当何って思うよね。え、ちょっと待って。リャンマン2枚あるじゃない。一スチーマン、リャンマンです。ちょっともう面白くなってきちゃった。今も1枚あるし、今も1枚あるし、スッチワンだけがちょっと薄いのかな。あ、うん、ちょっと薄いって言ってもね、全然ね。なりなり、まだまだ、まだまだありますね、全然。うん、EP3 もあるよ、でも、はい、うん、あるある。決着はつきそう。やだよね。ビビってんじゃねえ。チーソーギリリーチでした。あ、スピナー。あー、掴んだダンプだ。うん、藤島の上がりとなりました。リーチピーフ、2900です。面白かった。はい。二人の攻防、今回は藤島の勝ち。ただ、ちょっと、余裕はなさそうです、まだ。そうですね。はい。後で、ちょっと聞きたいですね。あの時どんな気持ちだったんですか。もしかしたらね、今日ここに来てくれるかもしれないですからね。ダンプさんに追っかけられた時どんな気持ちだったんですかって、はい、ちょっと口はへの字になっています。ドラキュソ、なんかよさげな気がする。一、はい、つ目がトップ目。あ、しかも現状一人行きになってるでしょうか。うん、一面つかん成中。ダンプさんリーチしてきたな。はい。ナンのポン発信をしたのはなんちゃの一ついです。ダブなんかな。はい。うん、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 何かが起きましたね、今ね、きっとね。え、なんでしょう。何かが起きたな。なんだろうな。あ、宅内でですか。うん、いや、ダンプさんの中で何かが起きた。なんだろう。バーマン9万と切っていく。初、うん、が統一は明石です。藤島はリャンシャン店となっています。どういうこと、生意気ってこと。え、どういうことかな。何ですか、何ですか。ワクさんの中の、うん、ダンプさんのリズムが変わったんで、はい、なんかあったと思うんですけど、どっちに生意気って思ったのかな。ダブナンを切った親か、うん、藤島さん。ダブナンを抱いた一つ井さんか。生意気ですか。どっちかに、お、生意気だなみたいな、なんかちょっと空気あったんだけど、まあ、さっきも全曲も豊潤に回っちゃいましたし、うん、全曲はね、3万点からね、うん、はい、親リーチにほとんど役のありそうな追っかけリーチしてますからね、はい、うんうんうん、あ、パスする、泣きませんでした。両面チーはせず、うん、ドラがね、はい、急走で、ん、いや、これやれないでしょ。ピン3のピン良さそうに見えるのかな。急ぎ一つの現物切っていきます。うん、お、なんか形になってきました。入れちゃう癖あるよね。はい、うん、これは入れない方がいいんですよね。そうですね、うん、めっぱには構いません。次の、おお、勝負手、勝負手、いいシャンテン。GP は切れませんでしたが、すごい徹底して何にも泣いてないですよ、はい、ドラドラに一生懸命見せてるのかな。チートイカ、トイトイカ、ダンプさん泣きそうだな。なんか一つは泣きを入れていません。あ、チートイカ、嘘。これ泣かれない方が怖いんですよね。うん、で今結構、はい、あ、泣きました、うん、これはダンプさんが泣いた、はい、ダンプがパーピーのポンです。イーシャンテン、ドラドラのトイトイ系。さあ、ダンプも前に出てきました。こうなると一つでどうでしょう。うん、こっ
からもう手出しを打って抵抗するしかないね、うん、もう俺も進んでるよみたいな、うん、9万重ねます。ダンプの現物9万。吐くって切れるんですか？吐くは1枚切れ。切れないんじゃないですか？ウーピン合わせる形でした。うん、ポンしたかな？ポンしていくのは藤島。うん、何切るんだろう？イーシャンテンで、数万切り。数万。筋ですね、一応ね。うん、ほら。ほらやっと俺だよドラドラみたいなお参戦しました証ですこのいいじゃんってこれも今まで見たこともないようなまた数万でも証が動いたけどあ中筋まずはリャンマン多分広さをなんとかした方でしょうね、はい、これも吐く前なんじゃないかなみんな前に出てきましたからね、うんあ、ハクこれで切れたからまだわかりませんよ俺は切るけどね、はい、って言ってね、うん、ちょっとね、うんうんうん、藤島さんのテンパイがきつくなったねリャンズを抑えられてるから、うん、どうだ あ、ちょっと進んだしハク出たからこれでね頑張れるあ、ポンテンパイです、うん、ただリャンズない三品リャンソーのシャンポン待ち一番乗りは明石でした三品一枚しかないあとは誰がテンパイ入るかダンプさんじゃないですかこれ軽装あるよね全山ですね、うん、ウーソーも1枚三山 あ、これいいじゃないリャンウーピン、うん、これにしようよあ、待ってすっごい薄いもしかしてすっごい薄いね5枚見えちょっと待って感しちゃったスーピンの暗感を入れていきます、まあ、切りづらいというのもあるんでしょうかドキドキタイム入ります、はい何掘り起こす何掘り起こすそうだよねそれ最悪なんだよ ね, そうだねあそこにはお宝がいるんですよねそうだよね、はい、リャンゾーが出ないことを祈るしかない、はい、でも急走も1枚あるんですもんねあウーワンだよこれでテンパったリャンソそう、うん、あ3層9万ケーテンもいくこれで、うん、あロゴワンポンだったねはい抵抗してますけど、はい、乗ってです。ああ、テンパイザグラッソ。引いた。これは頑張れそうだけど。はい。ローアン、ああ。かかん。掘り起こして。何を？うん、三層。三層はロンじゃない。補充です。しかも。ダブロン。ないですけど。藤島に補充。おー行き切りました。藤島の上がりとなります。ダイヤを1500です。1500は1800。なるほどね。なんか筋の裾ってことか。はい。一つに上がれず。うん、あれ？なんかいろいろありすぎて。なんかね。はい。南三局は日本馬です。ドラ勝ち今。今参加した明石さん面白かったですね、はい、今絶対檻に回りそうな廃止だったけど、ね、参加して行、うんうん、ってでちゃんとドラ止めてね、うん、3品切れたしね確かに3品切れる、ね、ラスマイは続行中一メンツダンプ明石で鬼滅がありません藤島がドラドラとなっています。一つい厳しいですね。一ついさん、トップだけは欲しい。浮きとか、はい、浮きとか言わないからトップだけは欲しい。46%。現状16一人浮きだから28。おお、うん。ドラを持ってきて789。そうするとね、藤島さんのが、はい、傷があ、えぐれちゃいますね、うん、ただ藤島は親番中ですしかもなんかだんだんいい感じになってきましたね、はい、さっきまでこれ大丈夫かなみたいな、うんうんうん、
手だったけど手が立ち整ってきました。ダンプさんね、なんか結局今日厳しいんですね。ダンプさん厳しいなりにごっちゃごちゃいろんなことしてますよね、うん、はい、ダンプさんが絞ってなかったら多分藤島さんの親もついてないし、そもそも一つ井さんの多分あのドランコのあれがなかった可能性とかもあって、でもダンプさんにしてみればね、はい、この日の浮き沈みで多分やってないと思うんで、そうですね、うん、ここにこの日の浮き沈みでやってる人がいる。誰ですか？それはあれですよ。なんて言ってんです。なんて言ってましたっけさっき。何ですか？1年目は、はい、親に頼ったんでしたっけ？昨年ん？一昨年は仕掛けに頼って、うんうんうん、去年は親番に頼りました。うんうんうん、はい。でも今は、うん、もう何でもできる。よ今親番のまさに今親に頼ってる人ですね、はい、今そうです。1,2,3,4といつ、うん、いいピン切っちゃった後でダンプさん意外とそう意外と流れ派だから、うんうんうん、役あれにしようとしてそう。どうだ、痛い、はい、これ役ありにすんの難しくない？まあ何三あんこイーベーコー一通寸草、寸草切るとね相図全部切らなきゃいけなくて、うん、両ピン3枚で全部しのがなきゃいけないけど、はい、もう行くかも、うん、寸草切りとなりました。現在中盤、ダンプがいいシャンテン中です。うん、藤島リアンシャンテン目いっぱいにはいかないですか。うん、目いっぱいに組んでないですからね、はい、あれテンパりましたけどベンチーマも役なし。あ、今回は闇天いつに、はい、あるかな。チーマは山にはゼロです。さすがです、はい、降りた。これもさすが。次は、はい、親リーチとか来たら降りそうですねナンプさん。親はリアーシャンテン、うん、親は泣きたいだろうけどもう泣く準備に入っていそうですね、うん、なんだったらとっくに泣こうとしてたかもしれない、はい、あれイーシャンテン、はい、イーシャンテンとなったのは、うん、ペイちゃんの証、うん、あ、これで泣きが広がります。実はねリャウピンがかなりきつかったんで、はい、いい3ピン引きだったな、うんうん、いやイペコの手代わり E1 のがありそうですか。あ、1通の方がある。いや、もう積もりていきました。うん、チートイだ。ほうほうほう、難しくなりました。数万かなんかマックスで取りそう。数アンとか切りそう。はい、メンツテでもチートイズでも、うん、チートイだとでも数ピンが3枚切りなんですね。あ、ただ両ピンを良すぎて外せないか。両ピンゼロ見えないもんね。おえー急走。これだとあーイペコだけどこれは無理だったな、うん、ダンプです、うん、変わらずペンチーマン。そう、ね、どっちにしろ、はい、C1 がねミシャンテン広がりました。なんかあれかな。あ、うわ痛い。ひー、まあでも大丈夫。ひテッパに入ってましたね。急走残してれば。
チーソー。チーすると一応転敗しますね。はい。コードワンの役なし。赤し泣きを入れていきました。さあどうだ？藤島。まだイシャンテン。いやー難しいな。三ピン切っていく。うん、ドラドラ。もう足りたのかな、ひとついさんは。多分。はじはやを切っていきます。うわー、ちょっと難。難は通る。難は大丈夫。はい。難は大丈夫。うん。フリテンブさん。パーワン。ウーワンがダメとしてます。ウーワンはダメよ。ダメってば。ウーワンチ。チさせていただきます。そしてサブロッソのテンパイ。トーマンは上がれません、証です。行く、ローピン。もうなんか、はい、全部危険杯に見えるよね。あれと、なんか危険杯切ったのかなと思うけど実は切ってなかったっていう。相手は証となります。最後まで押し切りました。ダンプ、証はどうでしょう。チーピン君、チーピンはいけそう、うん、いやー、ひとついさんが3人転敗です。ひとついの1人の点、流局となりました。うん、3本場です。親番レンちゃん藤島、浮きまであと少し。ドラが3万。まさか今日浮く気じゃないでしょうね。いいですか藤島さん。一メンツ、ドラも1枚、あ、2枚だ。今日浮く気これ上がれたら今日浮きますね、はい、あ、ダブナンだよ今度こそ。ダブナンリベンジ。一メンツ、両メンターズも一組、うん、ダンプさんも、うん、ダンプさんは役がないか。明石さん、明石は一メンツ。ジェムは今切れたばかり。現在ラス目は明石です。藤島は第4期 WRC リーグを優勝しています。趣味は麻雀観戦なんかお手本みたいなことばっかり言ってますね。はい、そうなんです。どうしたんですかねでもお茶目な人でもありますよね。関数ソフトメンツ完成。インフがうまい、うんうんうん、縦だ、うん、おー、トーン重ねた。藤島1枚ある。バニは1枚切れ。両目に変更。いや、一品なのかな。ただ観浪ワン頼りにはなんないか。パワーワン引いたら6球だろうね、うん、あ、飛んだ。浅い。これ来たよいいシャンテンです。ドラドラの藤島がトーンのポン。しかもちょっと二泣き風に見えますか。いや、藤島さんダメですか怒られな後でね、こんな言ってたんで絶対見返しますからね。絶対見るから、うん、まあ、だって趣味麻雀観戦の人でしょ。はい、そうです。絶対に怒られるやんいて、あ、でも振り手の方が泣きやすい。残しませんでした。管理アンソー3万チーピン、変わらずイシャンテン、うん、ん、おー、振り点だけど、うん、感動はよりは、はい、マシ。チーマンの方から切っていきます、うん、親の現物。イシャンテンが広がっています。藤島どうしようかな。数万切っちゃうとね、はい、今後の余生がちょっとねなんだな、うん、切らないな。切らなそう。安全牌の初。おお。で、これで、はい、チーガンパワーにスイッチしない。キューピンから切り出していきました。後ほどの選択か。安全なのかな。あれ、何出るかも。入れちゃった。また
れちゃった。ごめんなさい。はい、入れちゃうよね。わ、うん、かる、うん。このローピンを泣きを入れて、天杯が入ったのは藤島。関連層、薬杯ドラドラです。キャー。関連層、山さん。そりゃそう。そりゃそう。明石、あ、一つ以外イーシャンテン。つかみました。いや、これ打っちゃった。切った。藤島の上がりとなります。ドンドラドラ。5800の3本場です。6700。明石妖怪戦に入り、ちょっと苦しんでいます。今日、浮気？そうみたいです。今日、浮気なんですか？ドラチーピンです。あと、ごめんなさい。ちょっと、はい、時間がね、はい、もう、あれだし、この、あとちょっとのとこがきついんですよね。そうですね。この、ね、疲れがね、溜まってくるんですよね。と、和久さんなんか、もう昨日から多くやって、そうなんですよ。気づいて、なんかチャンネルつけたらお昼もいて。いました。で、今も隣にいるんですよ。体力半端ないやと思って。何人いるんだっていうね。和久さん何人いるんで、ね、一人一人なんですけど。すごい。何人もいるみたいな。驚きましたもん。いや自分で組んだんですけど。めっちゃ入れてるじゃん。大体通して皆さ ん, なんか体力持たないって言うじゃないですか。そうなんですけどね。どうせこれで見るんですよ。まあまあまあ。うん、どうせ見るんで。この場で見とこうか。見てたら楽しいかなと。ありがとうございます。私ばっかり来ちゃってすいません。今後ともよろしくお願いします。さあ、一つよ、二メンツ。なんか今回良さそうじゃないですか、皆さん。ぶつかるんじゃないですか。あ、ダンプさんがね、いい加減にしろって思ってそうだから。はい、はい、はい。ストレス溜まってますよね、うんうん。誰のおかげだと思ってんだみたいな。誰に怒ってるんですか。誰にも怒ってないか。本当だよね。誰にも怒ってないんだけど、お前の力で連チャンしたと思うなよぐらい思ってそう。めっちゃ怖い人じゃないですか、ダンプさん。いや、ね、めっちゃ優しいじゃないですか、うん、ダンプさんが。実際は優しいです。でも、麻雀がね、めちゃめちゃ厳しいからね。ああ、確かにそうですね。うん、だってもう、さっきの鬼絞りとかはもう、はい、いじめに近いよ。うん、よくない。絞りが早すぎますもんね。そう、早すぎるし、おもむろだし、はい、あまりにもなんか見て、うんうん、絞ってるよって、うん、あの泣けないからね、はい、なんなら先相撲しててくださいみたいな雰囲気だったじゃない。もうなんかそろそろね。そうそうね、はい、罪もたまったし、はい、上がらせていただきたいところですが、4本場イーシャンテンの一つ位相を残していきました。これは三色の手代わりも一応どういうことなんでしょうか。安全度じゃないかな。あ、安全度、親の筋、親の筋じゃん、うんうん、もうね、だってもう日給も打ちたくないもんね。はい、うん、泣いた。ほら、そういうことするじゃない。厄介ですね、うん、これ何ですか。うん、タイヤオドライチ。タイヤオドライチ、うん、ドラドラないけどね。ドラないけど、あ、パワーじゃない？ポンだよね。うん、太陽ドライチです。はい、だから1000オールは1400オールですね。大きいですね。結構まあまあ中手になる。はい。3万は泣かない。泣かないね。はい。失礼しました。リャメンリャメンイーシャンテン。リャンソスチッピンです。泣かせたくない。チーピン山さんだな。あー、リャンピン、あー、ほんとだー、垂れたけどね。カスソチ、うん、一つ絵が天敗でしたが役なしです。どう、カンパソポンが入っています。もうね、はい、さっきまでと状況がち、うわ、天敗、そっちピン、チーピン、内山でしたっけ、三山、三山でね、はい、リャンピンがね、もうあれだ、何が何だから、はい、リャンピン打たれて、はい、リャンピンがもう積もる未来がなかなか積もれないから、はい、ほとんどチーピン上がりそう。どうせならチーピンで、うん、スーピンも残ってますけどね。スーピンもありますね。三山ですか。六、うん、山？嘘でしょ。え、うん、
かしは2品お予言です、うん、からぎりしそう。これどう見えるんだろう、まあ、リセットでしょうね。乱走最終手出しになっていますね。でもね、スースー早いからね、はい、やめた、うん、まだいるのはダンプいるいるふりしてるだけで、はい、本当に行くかどうかを。あ、チーワンが通ったから、はいはいはい、ダンプさんのスーワン行けそうですね。中筋ですか、うん、おお。お、まだか、いいシャンテン、うん、これでスーピンが1枚なくなります。あ、Cピンも減った。こっからは出ない。続々と続いてるかやだやだやだですか。やだやだやだ、長そう。CP 残り2枚。去年は親番に頼りといった事故の総評頼っとるやんスチピン長いもんね、もうあの粘る長い、ね、粘る持ってき方が、うん、去年はみんなにめんどくさい相手って思われるように戦いますみたいなことを書いたんで、うん、あ、おーフリテンだよ、リャンパピーフリテン。ダンプもテンパイです。もうこの子積もりませんね。さあダンプはどうなっていくでしょうか。またこの2人の勝負がやってきました。ダンプさんテンパイ量取れるとね、はい、結構大きいんで253。あ、上がれないんだよね。上がれないよね。あ、チーしてフローワン通りそうなのかな現物、藤島の現物、うん、通ってる。ダンプさんにもほとんど通る。うわ、すっごい振りかぶってくる安全牌そうだね、はい、白だしね、はい、あああるよね、あるよね。チーピンのツボです。藤島の上がり、タンヤオドライチ、線は1400ボル、大きい。これはあるよね、すぎるな手開けてみなさいバンク本場です。あとちょっとというところでね、この5本場本場長いんですよね。だってこれもうまくられちゃいますよ、はい、周りとしてはちょっとぐらっとくるかもしれません、うん、疲れも溜まってくるかもしれません。藤島にとってはね、今日プラスで帰りたいところですから。そうですね、はい、トントイツドラドラでした。え藤島さんの顔見てて見てなかったけど、はい、赤いなと思って。あ、確かに切っちゃうよ。今日切っちゃうよね。もうあちいとい。はい。でもね、あんな完了ピリーチしろって方がきついもんな。はい。一つ井さんですね。無理言わないでよっていう音を。泣きました、うん。ダンプです。無理くり。手の内はメンツありません。うん、あ、切っちゃうか。残します。ここは。そうなんだ。うん、あ、お一つにも動きを入れていきます。2人で落とせば新品置いちゃってるから、新品ははいポンか、うんうんうん、一つ絵にポンが入りますね、うん、これで初、うんうん、合わせていく形。カンスマ引き入れたローンまであるかもしれません。新品はダメよ、一番ダメなやつ。じゃあ急走一枚切れだから、うん、はあ、一番ダメなやつ。一番ダメなやつ。わかんないですもんね。チーピン切る、私もチーピン切るけど、誰か泣いた。見えてるからチーピンダメって言っただけです。カンパーピンでもいいじゃないですか。フィニッシュ系。うん、山に4枚残ってます。お、明石もリアンシャンテン。一スピンの受け入れができて、ここでチーピン。さすがに終わったか。はい。パーピンはダンプさんは使える。ドラドラ。ややこしいよ。ややこしいややこしい。あ、明石もイーシャンテン。あと安全牌を残してる遅切り。ややこしいって。ややこしい。来い来い来い。あ、
ターピンが出る。使えなくなっちゃいましたね。天敗、リャンウソ、ドラなし、役なし。町はいいんですけどね。はい。13,600点。そうなんですよね。いや、あ、リーチでした。運は聞いてのリーチはリャンウソです。町で勝負。町で勝負。あ、でも一つ統一だった。うん。ただね。はい。良さそうだね。一つ遺産的にはどうでしょうか。いける？誘った。勝負していく。ここ。行くよ。みんな来るよ。いや、藤島さんは降りるかもしれない。はい、もうお腹いっぱいかもしれない。はい。Q1 と切るかもよ。うん、いっちゃい。よし。ち。あれ？テンパイ。ダンプさんややこしいって。リャンマン切れば、カンローピーのテンパイです、うん。取っていきました。ローピーは山に残り2枚。2枚あるね。はい。カンです。カンだ。あ、掘り起こしちゃうと、あ、パーピンかローピンってこと？どうなんですか？え、どっちなの？え、ああ、どっちでも大丈夫。大丈夫だった。確かに掘り起こし問題あるよね。はい、あそこは魔境だから、うん、あれ？やめる？あ、これ急に、ま、粘れるかも。あ、粘れちゃうんだ。うんうんうん、これはこれはいけるし、はい、ローマンローマンがアンカー入っています。カンローピン対カンパーピン対リャンウソです。幻滅、はい、藤島も9万パーマン切っていく、釣り抜けてるよ。ああやっちゃったか。やめた。やめちゃうよね。現状1対1の勝負。あ、ここもダメ。いや、いける、いくいくいく、うん、あー、取りました。証の上がりとなりました。息してました、ワクッさん。いやー危なかったですね。リーチツモです。テンパでとなります。700-1300の5本馬です。はい。1200-1800。今日の気分が半分になっちゃうとこだったよね。はい。危なかった。あ、マグネット移動して、オーラスです。落ち着いてますね。はい。うん、ダンプさんですね。うん、一つ井さんは藤島さんをまくるなんてことは考えずにビシッとトップ取りますか。イエスさん、うん、ピンズの1つ、ドラが1枚、ダンプは、お、なんか面白い手配ですね。どうでしょう。ダンプさん227でしょ。はい、マンが上がれば浮きには回ります。いや、多分考えてるのは、はい、赤さんが、うん、赤さんに迫られないように考えてるはず、うん、これもなんか泣きベースな気がしますね、うんうんうん、まあ想像の本一で、うん、まあ、泣いて、うん、上がりに行こうかなと。ちょっとみんな早い、はい。あ、これ両面になっちゃったから自敗切っていきますか。いや、切らない、うん、泣いた方が早い、うん。一メンツの証です。藤島は383、ドイツが4組になりました。君も泣く気かな。みんな泣く気かな。馬切りです。2枚見えの馬、泣く気しかないね。ちょっと長くやらせてもらえないそうです。一つ井さん、うん、リーチが効くんじゃないかな、うんうんうん、オーラスだから。あ、カンフピン引き入れた。証は急走どうする？急走はやめとく。やめとくか。泣きませんでしたね。1枚目はとりあえずスルーです。イーシャンテン。あ、リャンシャンテン。リャンテン、うん、サブロピン、カンパーピン。あとマンズ。数万ポンは入れません。現在オーラスです。いいのか？そんなに組んでいいのか？まだリャンシャンテン。おおおおお、泣かなくていいじゃない。泣かなくても面前で、うん、面前でいいじゃん。ドラ泣きました。すごい早いの判断。はい、あ、チートイツどっちなの。
一緒の点。まあどっちも見れるな。これだと一品六品両層です。うわむずい。保留の、はい、いいピン。いいピンもうすぐ何でも保留するから我々くらい決めきれないとも言う。早い。すごい早いよ。決まってるの？決まってないでしょそんなに。イーシャンテン明石です。これ面白いですね。 E1 切ろうとしてるんですね普通ね。君も泣こうとしてるのかね。ダイヤおじかけで C ピン切るのかね。いやでもサブロソウがさすがに切れすぎてるんじゃないかな。ランピンつもぎりを選びました。こんな言ってますけどめっちゃみんな先輩ですからね。はい、17期、18期、13期、17期枠さんは23期、はい、私は28期です。あ、なおちゃんの方が後輩だった。はい、はい、失礼しました。結構私先輩多めなんで。そうですね、うん、そうなんですよ、うん、全然ペーペーなんですけど、ね、いい。あ、無理。どうですか、もう終盤に入ろうとしてますけど。あ、何これ、イーシャンテン。うわ、もう一チートイか、チートイドラドラか伸びますよ。ここもローマンかドラを切っていくんでしょうか。でもキューピン切るとね浮かないんでね、はい、まあいっか。キューピン切っていきました。まあいっかでいきました。今のうちドラ、イーシャンテンの証です。うん、3番。うんうんうん、あ、両層が出て、はい、この流派は、はい、どうする？どうする？ションパイです。うん、ダンプさんがチートイで統一なだけなんですけど、はい、いや結構怖いよねこれね。両層を切っていきました。うん、いやもう入りませんね、うん。手が伸びなすぎる。うん、両層合わせる形。なんか3枚切れで終わりました。流派だ。あ、明石の元にも流派。連敗だと出るかもしれません。サブロー層がね結構薄いよね。はい、あー、もうこれがあるんだよな。あー、ラマン、うーん、流層振り点点。さあ、一つ移動だ。ダメだ。もうね、多分行かないですね。はい、もう、多分。ダンプも行かないですね。あー、スーワンはいけるか。ウーワンが4枚見えてるかな。このスーワン一つやがポン。ビション点に持ってきますね。安全牌、安全牌なんですね。そして明石。サブローソーバーピン。今ローマを取りました。ただこれもう初無理なんじゃないですか。そうですね。初はションパイです。うんうん、引けるか。サブローピンカンパーピン。ピン引けじ。あ、ドラドラ。残りつも。パーはないか。ないな。ないわ。ないから。はい。サブローピン引くしかない。もうこれ多分もういかないんで初。いつも履いて一つ。あ、パーマン出た。あー、パーマンポンだ。マンズがかなり安かった。電波取れましたね。相手が明石となります。まあ相当泣かれづらいですからね、はい、これが相手です。流局やりました。一つやったぞ。おい、一人転売流局です。親番連チャンに成功、うん、せっかくね藤島今のしましたせっかく終わったと思ったのにもうちょっとやるのみたいなね。僕浮いたと思ったんだよねみたいな。僕も疲れだよ。そう、第4局は一本場、虎が3走。
人間が出過ぎですあちょっと待ってこれめちゃめちゃいいんじゃないですかめっちゃいいわ3ピンですよ最後もええ何これ何これ、まあ、テンパイではないんですが割と統一多めで、はい、ややこしい手ではあるややこしいドラを抜けています、うん、白が統一赤しいやただなかった曲だから、はい、チャンスあるかペガンコ地風のペ、うん、ドラ山に4枚ややこしいややこしい早く綺麗にした綺麗、うん、にしたいね、はい、何弾こうか三層三層安易な我々ちょっと安易な、はい、安易な発想数案とかでもちょっとめんどくさいもんねああそうですねえこれ嘘残さなきゃダメみたいな、はい、どうす何がいいんだろうやっぱドラかなやっぱ三層でしょういらないいらないサブローピンとかもややこしいね、はいうん、サブローピンややこしいですややこしいです三層かなこれあ三層ドラドラになっています、うん、明石この三順くらいでドラドラちょっと何、ね、何、ね、何、ね、僕はペイを持っているえそうですねはいあ、まあ、ペイ安牌だしなあ、はい、来たよ来た来たこれは E1 かはい知ったこっちゃないもう、うん、知ったこっちゃないからピンズキューピン切ってからローピン行こうはい、うん、ローピンにしようあーサウロス固定ドラ部分固定と嘘さあ藤島の泣きが入っていますマンズの本一いけテンパイですもう言っとけってドラじゃないですがせーのあれ闇天だマドラ引き数万引き先輩すいませんでした、はい、ありました先輩に向かってドラドラ明石ですよ吐くの泣かなかったんですかうーんドラシャーあたりどうでしょういやもうあれじゃないですかフリテンもう降りるんじゃないですかこれは、はい、切ってリーチしましょう3ピン切ってつもぎりん、まあ、手代わりいっぱいあるんですけどね、はい、ただ1300オールでいいもんなもう止めに入った方が、うん、あウーアンポンが入ってるからってことのはこういうテンパイにしていくとでこっからの手代わり嬉しいのはまあピンズで2ピンとか勇気いりますけどねこのテンパイ取らずでリーチが一番効いてるんですよね、はい、今のとこ、うん、じゃあこれでリーチだリーチもうしょうがない、うん、もうリーチドラリーチしかないんだ、うん、リーチ高めのドラは残り0となっていますローソンもゼロ。ローソンもゼロですね。はい。え、なんか、タンプさんが来そう。うん、ウッパーのがマシでしたね。はい。え？来るぞ。ドラ浮いてるからね、あなた。はい。分かってるの？ちょっと、あ、ドラ浮いてるからね。ドラは切らないよ。言いちゃって。さすがにドラは切らないよね。ドラ切ったらびっくりするね。あでもダンプさんから老僧はあるかもしれないんですね確かにあ老僧だと一つの流れです、うん、ダンプがイーシャンテン中3色のイーシャンテンパピンチ、うん、すると、うん、老僧じゃないですかあ、耐えた嘘現物神回避すぐ神回避する老僧ピンそれで明石も泣きを入れていく白バック、うん、白バック1枚ありますね。ありますね。いや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 。積んだぞ。積んだよ。ローソンウーピン。ハクバック。大丈夫大丈夫。これは大丈夫です。怖いよ。あ、ハクじゃないですか。ハクハクでした。1000万なんて全然通ってないし。はい。うん、いつやめるか見てよ。うんうんうん。まあやめるでしょう。ローソーウーピン、ローソーゼロウーピンが気になりますね、はい、サブローソーもなんか
ウピもゼロでした。ウピもゼロですか。はい、壊滅してますよね。ゼロ対ゼロの勝負です、うん、あとは藤島が、いやペーでしょ先生、先生ペーでしょ、虎ですからね浮いてるのが先生、そうねあんこのペーです。さあこれであと10分ぐらい続行します多分予想切っていく。あと若い星復活あるか、いい、あれあれあれ、ペイですね。でもねペイだからペイです。ダンプさんのピンズ両面変化とかはあるんでしょうか。数万切れば天敗ですが、ここはパーピンです。パーピン通ってるから一応あるのか、うん、なんかテンパりそうになってきたけどテンパったところでペイのアンコ落とし、うん、ペンチーワンチーしてからね。はい、チーワン、現像山に、現状山にないこのサブロスのリーチとなっています。みんなないんですよね、はい、だからあれやめようとしたね今ね。イーピンは無数字、うんうん、ウーピン切るってことかな。あ、急走ね、はい、自分でイーピン通ったらテンパイ取るのかな。あ、テンパったよ。テンパイです、うん、まあ、ウーワンしか切りようがないけど、ウーワン関するってこと、ウーワン関するってことかな。関するの？え？嘘でしょ？通ってないよ。ジャンカンローンとか通ってないのにローンするの？沼切っていって、関連山の天敗。役がありません藤島です。さすがにね、リンシャンで両腕つぶれたし、それ考えたってことか。いやだって他に考える理由が他にないから、考えたのかなと思って。考えただけでもすごい、うん、あーやめだ、はい、タマトさんは撤退、これ無理でしょ多分。私も天敗、あ入りました。チーピン通ってるんだ。カンワン、あー危なかったねカンワン、はい、ギリギリセーフでした。セーフです。流局ですね、これが敗退、うん、初流局です。なんとダムさん一人の点、三人天敗で流局となりました。なんで藤島さんテンパってんのっていう。あんなペアンコ落としして。あ、まだボラスは続きそうです。うん、いや、赤石さんとダンプさんは4000点縮まったんですよね、はい、今。うんうんうん、でリチボが1000点出てて、京卓が2本。ん？京卓が1本。1本。はい、で2本馬。はい。1000点とかで変わる。何だったっけな。あ、もう全然接戦です。あ、本当だ、全然だった。はい。そんなに迫ってたんですね。あ、これはもう終わらせたい。これは終わらせるでしょ。はい、ハクポンして。うん、あれ、終わらせる。こっちもいたな。初のポン、ドライチです。でも今回は味方じゃないぞ。はい。打ったら。そっか、そうですね。打ったらダメだから、味方じゃない。ダンプは現状3着目。逆に赤石さんは行きやすいか、うん、どっちにしろラスだし、うん、どっちにしろラスだし、うん、ね、ひとついさんのパーワン最後ポンして天敗取れたのが、はい、赤石さんにとっていい方向に成功例になりました。うーん、あー、カウンは引いた、もう打てないな。そうだ、もう打てないって言ってもこの順目でこの後何切るのっていう、わかんないです。ただ、うん、4巡目すごい力が、うん、なんて何だったっけ、しょっぱいで、しょっぱい、自分にとってはダブなんです。ん、イシャンテン、イシャンテン、くっつけの形、
おお、キューピン切ってるからってことか。パーマンとスーピンのくっつき。さあ一つ芋を横に伸びてきます。もう行きましょう。2000点。トーンは2枚目。2000は2652。2000は2652は。はい。62。藤島ですか。うん、一つ芋さんから。あ、一つ芋さん。直撃。うんうんうん。2000点変わりそうじゃないですか。5球。5球。変わりそうですね。多分変わりそう、うん、無理。これははいはい、めちゃめちゃもう5年ぐらい言われそうですね、これトップ取ったらなんて言われます5年ぐらい言われそうでしょ。見た、うん、俺の連チャン、あ、いけるじゃない、いいですよ、いけるじゃない、なんか応援するよ、じゃあ。リャメンリャメン。一つさ、応援する。でもパーソがもう3枚見えです。目に見えて3枚見えている。あれ？イシャテン、スーピン、ナン？ナンをね、切っちゃうとね、はい、あの、ナン切って泣かれた後何、あ、引いた、引いた。最後のパーソ引いてやめて。リャンソです。うわ、怖。ピーフ。待って待って、何かが起きた。泣きました。カンローマ、終わらせに行く。あ、なるほど。いやいやいや、いろいろ動きがありました。うん、一つ、このまま闇天は継続か。さっきのを見る限りでは継続でしょうね。はい。うん、ただね、リーチが効くんだよ。明石は役なしから役ありに変わる地位でした。うん、そうですね。カンローマで天杯取って。はい。うわぁ、こわ。リャンゾーこわ。どうだどうだ。ん？マンズ。ドラ受けに変えるかな？関数マン。関数マン。関数…ん？ドラ残り2枚？ 2枚。うおー、危ない。あー、耐えたー。あの一瞬。待って、ダンプさんが耐えない。あ、でもドラは切らない。わからないです。ダンプさんはドラ切らないか。ドラがこれで残り1。いや、お腹いっぱいだな、もうこれ。うわ、テンパってるよ、テンパ入ってるよ、テンパ入ってるからね。ここはリアンウソ。うわ、ちょっとこれさ、出ちゃいますね、これ。ハクアンコで宝珠となりました。明石の上がりです。タンヤオドライチ、2000は2600の宝珠です。さあ、これで4回戦が終了となりました。トップに立ったのは一つい、そして2着に藤島、3着明石、4着ダンプの並びで終了です。宝泉 A2 リーグ大雪シータク全4回戦が終了いたしました。はい、ということで試合を終えた藤島プロにまずはお越しいただきました。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。まず第一節迎えました。振り返っていかがでしたか。はい、まあ、まずね、あれですね、はい、1回戦目の、はい、あのインパチ宝珠ありましたね。どうでした。うん、いや、ミスですね。はい、シャアが一巡前に通って、あ、まあそれは もちろん分かってるんですけど、はい、あのヤンメンチーのションパイの白なんで、はい、本一だったら短期待ちはすごくある、そうと思ってるのに、うん、打っちゃいましたね。うん、はい、一応反省するんですね。いや、めちゃめちゃ反省、いや、まだ反省してますもう。そうなんですね。このそうね、ラスの分の、はい、うん、順位点とこの18ポイントを今日は返す旅になるなと思いながら、はい、序盤はやってました。はい、今日ワクさんに解説に来てもらって、いろいろこう藤島さんのね、なんかいろいろ話を聞きながら聞いてたんですけど、はい、これインパチ打つ男なんでしたっけ。ワクさん、いつでもインパチを打つ男です。でその分取り返してやった、ね、実は、はい、こう見えて、はい、競技麻雀でインパチを打ったことは、あ、今日、あ、リーグ戦で、はい、リーグ戦でインパチを打ったこと1回しかなかったんですよ、20年で。それをこの間後輩に自慢してて、はい、あららら、インパチなんか打たないよっていう話をすごいして、したばっかだった。1週間ぐらい前ですよ。はいはい、食らいましたね。本当にこうやってインパチ打つんですね。あの、言っちゃうと結構ね、打っちゃったりするんですよね。気をつけたいと思います。はい、
自分の中でここは見てよ僕のこの上がりっていうのありました？そんなないっすね。どの線点ですか？強一の線点は、強一の線点はトンバックの線点なんですけどあのそうじゃなくて、あの3回戦のオーラスに、はい、シャーチャでシャーンこの 1,2,3 の3色を上がったんですよ、はい、であれって多分その3色狙いの場合連想を先打ちしとくのが多分いいんですけど、うんうんうん、あのダンプさんの連チャンが多分嫌だなと思ってるトップ目の明石さんから、はい、もしかしたらリーチでもアシストもらえる可能性があったんで、うん、かなり分かりやすくはしたんですよ。実はそうですね、8戦でも一応あの着ガップラスだけ抜けれるんで、はい、あの出上がりの8戦が結構嬉しい局面だったんで、あの、もうね、ソーズ5、2ってリーチなんで、はい、いすそうですよってわざとちょっとやったっていう、そういうちょっと戦略的な、はい、あのそうですね、あの回はそうでしたね、うん、そういうことは考えながらやってました。明石さんがなるちょうど天杯入って磯の宝珠でしたね。天杯だけなんですね、あんま関係ないですね、それじゃね、それぐらいですか。まああと最後時間帯がね、やっと自分の、はい、まあ、時間帯っても全部安いですけど、まあ5倍1回ぐらいですか、うんうん、まあそうですね、一桁のマイナスで済んだんで、今日はあの、うん、後半は上出来だったと思います、うん、はい、なんか結構見てるとダンプさんとやり合ってるなってイメージがあって、そうなんです、もう序盤毎回ダンプが俺の親の時に必ずね、あの落としに来る、落としに来る、まあそれを見て分かったんですけど、はい、そうですね、まあまあまあお互いそれなりにね、はい、あの古くから知ってるんで尊重し合ってやってるんで、はい、うん、お互いの親番が怖いことはあの、まあ、なんとなく察してる部分があるんで、うん、まあ、お互い、うん、はい、にしてもね、ちょっとだいぶやられてましたけど、めっちゃ面白かった。はい、ちょっと真淵さんから一言、一言、はい、藤島さんへ、今日も素晴らしい麻雀を勉強させていただいて笑ってるんですか？全然、これ見てるんで、ちゃんと褒めてくださいね、はい、笑いながらだと、ちょっとあんまり褒められてない。1回戦に、あの1万8000を打った後、はい、ベストを脱がなかった理由はちょっと、最後まで来てました、ね、最後まで。そうですね、なんかこいつに悪い気がして、あ、ベストにですね、うん、嘘です、そういうのはあんまりやらないようにしてるんで、はい、はい、あの取れないはずのね、はい、みんなが取れないはずの天杯を何回も取ったなっていう、はい、私は取れないなっていう、ね、最後とかですかね、最後ウーマン打った、ウーマンは、結構理由はありますね、うん、まあ、リャンマン通らなきゃ打たないんですけど、うん、はい、ダンプさんが七八九の三色含みの仕掛けで、うん、で、まあまあそれ一通か三色かどっちかなと思ってたんですけど、まあ急走の手出しで三色やってたことが分かったんで、最後の七万が多分そこにいるだろうっていう、うん、だからウッパワンちょっとしてみたいな、そう、通りやすい、うん、そう、そういう感じになりました、はい、カンも考えたんですか？カンはちょっと考えました。そこに何万いたらどうしようかな。やっぱりちょっとそこから掘り起こせばって考えてたから。ただやっぱりね、今あの役がないんで、はい、あんまりツモ番欲しくない状況なんで、うん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 、はい、考え直しました。はい、では成績表をご覧ください。出ました。はい、大雪シータ超えての成績が出ました。今日藤島さんはマイナス 8.9、 トータル 8.9 で11位という位置にいます。はい、ワクスさんと並んでいますが。じゃあ第2節に向けての意気込みと、そして見てくださったファンの方へ一言お願いいたします。はい、僕開幕戦ってあのもう 4,5 年あの負けたことがなかったんですよ。うん、なんであの今日何年ぶりかにあの開幕戦マイナスになっちゃったんで、はい、あのまあやっぱり一歩ずつやっていかないといけないと思うんで、リーグ戦は、うん、あの本当に、まあ、相手とかあんまり関係なしに、まず自分のできることをあの一歩ずつやっていきたいと思っております。うん、今年度もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。はい、藤島プロでした。藤島さんの麻雀大好きだよって来てますよ。ありがとうございます。麻雀ですからね。なんでさあ続きましては、お、明石プロにお越しいただきました。お疲れ様です。明石プロ、何年ぶりの A2 リーグでしたか？いや、もう覚えてないですね。もう昔の話です、はい、久しぶりの A2 リーグ、今日戦ってみていかがでした？いや、緊張しました。緊張しました。確かにちょっと緊張してる場面あるのかなって、ね、はい、こっち見てても、
放送対局自体ってのはどうなんですか？放送対局も本当久しぶりなんで、だからなんかいろんな意味で緊張しました。そういう意味でやっぱ見せなきゃいけないとか、そうですね、いろいろ大変な部分はありましたよね。そうですね。でも終わってみて結果見てどうですか、自分の中で内容的にも。まあうまく、まあうまくいったなっていう感じ、うまくいきましたって感じですね。だから誰が言ってもうまくいくじゃないかなぐらい手が来てくれたなって感じ。なんかいつも通りの麻雀っていうのは打てた感触はありますか？いやどうなんでしょうね。でもなんか最初は慎重にと思ってたんですけど、はい、なんか手がなんか上がれるように来てたんで、あとはまあ身を任せたって感じですね。自分の麻雀っていうことでもないような気はしますね。自分の中でここがいい曲だったなとか印象に残ってる曲っていうのはあったりします？なんか初ドラさんをつぼれたっていうのが、ね、ありましたね、はい、あれはなんかすごい気持ちが良かったですね。確かに気持ちが良かったね。そうですね、マクスさん振り返ってみて、お母さんの麻雀見てみてどうでした？はい、とてもあの緊張しているようには見えないかなって最初思ったんですけど、うんうん、ちょっとあの大先輩だったんで、はい、やっぱりそういうのはないのかなと思ったら、うんうん、ちょっと途中で手が震えるが見えてちょっと安心して、はい、とても可愛いなと思ってしまいました。失礼いたしました。あのスーピンがドラの曲にカンウーアンを止めた曲がすごく印象的だったなっていう、一通の仕掛けが入ってて、はい、テンパイでしたよ。テンパイからウーアンを止めて回った曲がすごい、はい、でもう一回テンパイし直してやっぱりウーアン打たなかったっていう曲があったんで、さすがにもうあのベテランともなると1点で止めれるんだなと思ってすごいなと思いました。なんかすぐに出ちゃいそうな形の ね、うん、打点的にもなんかもう一回帰ってきた時に、はい、やっぱり行きたいってなっちゃうのがちょっと私はダメだなと思いました、うんうん、はい、まあ、たまたまですよ。いや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 、あれはたまたまじゃなかった、うん、あとなんか1回攻めですかね、結構、うん、ポイント持ってて、でも親番を固執せずに受けに回った局面もあったりして、うん、まあ、そこら辺なんかポイント伸ばすのかなっていうのもあったんですけど、まあ自分がこんなもんかなと思って、あまりポイント伸ばすことにこだわって、うん、なんか逆にポイントを失うよりは、はい、まあ、このままでいいのかなと思って、うん、まあ、今日だけっていうよりは長い目で見て、そうですね、11節ありますからね。そうですね、はい、ちょっとポイント見てみましょうか。成績をご覧ください。明石プロいいスタート切りました。今日はプラス60ポイントで首位に立っています。まず第1節終えました。続きまして第2節に向けての意気込み、そしてファンの方へメッセージいただけると嬉しいです。そうですね、はい、まあ、このポイントを失わないようにまあ第2節以降も頑張ることと、まあそうですね、まあ、そういうまあ、止めたりとか、まあ、上がったりとか、まあ、うまくいくところを見せられればなと思います。はい、はい、ありがとうございます。そしてワクツプロも今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。はい、次回もお知らせさせていただきます。第1節のデータクです。メンバーが近川幸太郎、白鳥翔、客の直樹、高橋良介の4名です。解説は山田博之でお届けしますので、ぜひ次回もご覧ください。本日は最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。また次回のエッツリーグでお会いしましょう。さようなら。